純のスケートオンライン大学始まります。今回教えるトリックは、みんなねスケボーを始めて最初の段階でオーリーって練習すると思うんだけど、オーリーがねだんだんね形に板についてきたら、今度オーリーでなんか物飛びてーってなると思うんだけど、その物声オーリーを教えたいと思います。まあこの動画がね参考になった際はいいねをよろしくお願いいたします。また、チャンネル登録されてない方は登録の方もよろしくお願いいたします。スタンスお願いします。はい、まずスタンスはね本当シンプルなんで普通のままやりたいと思います。物声オーリー、まあ基本的に普通のオーリーなのでオーリーのスタンスなんだけど、物声をするんでやっぱしっかりあの高さを出さなきゃいけないってことで、すらす足の距離をちょっと長く取ってもらいたいんでね。だから普通のオーリーよりも俺の場合は気持ちちょっと狭めを意識してほしいです。こんな感じで、まあ母子球、後ろ足の母子球はやっぱ俺の場合はこのど真ん中、ここを叩けるように足を置きます。スタンスはちょっと狭めです。オーリー物声の一連の流れ説明したいと思います。まずね超えるものをちょっとこの板を基準にねお伝えしたいと思います。まずねしっかりね十分に助走を取ってもらって、まあ、この高さだったら 2,3 プッシュもしくはライニングプッシュで助走は十分足りると思うんだけど、しっかり助走を取ってもらって、自分がここだなと思った場所よりちょっと手前通りしてほしい。あのね高さを出さなきゃいけないからその分の距離が必要となります。なのでただの線を飛ぶだけじゃないんで、高さがあるので自分がここだなと思ったよりちょっと手前でオーリーしてほしい。でまあここでオーリーするよね。オーリーした時に次に記念してほしいのはしっかり後ろ足、まあ引きつけてね前足を思いっきりこの高さ以上に上げるのはもちろんなんだけど、ここを超える時に後ろ足は上がってないで後ろが引っかかる人ってめちゃくちゃ多いです。これっていうのは後ろ足が上がってないのが理由です。なのでしっかり物声の時は後ろ足もバチッと叩いた瞬間にしっかり引きつける、この動きはめちゃくちゃ重要になります。なのでまあこういう形で飛べる人もいるんだけど、理想はこういう一番ピークの状態でちょっとサッと気味というか平行もしくはサッと気味になるのが理想の形です。あとはもう着地っていうのは自然にもう降りるだけで、着地と同時に膝を柔らかく使ってやるだけでいいので、この一連の動きっていうのをちょっとやってみたいと思います。ただこれだと俺の場合低すぎるので、オーリーの形が多分アクションが薄くて弱くて分かりづらいと思うんだよ、動きが。だからちょっと高くさせてもらう。でちなみになんだけど、これ板1枚分ね、これだと板2枚分の高さになります。でこの板を立てて練習するときは左側から右に向かっていくんだけど、その場合は板をこの向きじゃなくてこっちにしてほしい。なんでかっていうと当たったらすぐ倒れてくれるから。こっちだと当たっても倒れづらいです。でもこっちはちょっとでも当たってくれれば倒れてくれる。こっちの向きでやりましょう。じゃあやってみます。十分に助走をつけて前もってオーリーすると、自分がここだなと思った位置よりちょっと手前で飛びましょう。ここで大切なのが目線の位置。目線の位置はこの飛び越す一番ピークのところ、ここを見てここを引っかからないように手前で、思ったよりも手前でちょっと叩いてやると。目線はここで、まあ、さらにアドバイス、先ほど伝えたように目線はここって言ったよね。でオーリーするときってみんな足元を見てると思うんだけど、もう足元を見てるとここの距離感とかわからないから、まあ、しっかりここを見つめながら足元を見ないでもできるオーリーっていうのをできるようになりましょう。あとは助走がついてればね、ただオーリーするだけでオーバーできるんだけど、物声できるんだけど、意識的には、俺の意識ね、ちょっとここで意識変えてほしいのが、ここを見つめてると結構ね
後ろが引っかかっちゃったりしがち、距離が出なかったりとか。なので目線はここなんだけど、意識的にはここを飛ぼうとしてほしい。わかる？これの向こうをさらに高いここの辺を意識してほしいの。そうするとここにピーク合わせてるから、ここはもう飛びちゃってんだよね。だからここで目線合わせるとここまでしか飛べない場合があるのよ。だけどもうちょっと目線を上で上げることによってね、これ意識の問題、高く飛べます。これ不思議なんです。オーリーのね、物声のステップアップ方法をお伝えしたいと思います。練習してる人とかはもう分かってると思うんだけど、あのこれから練習する人に向けて、あの言えることは、物を超えるっていうので、物を超えるもの自体が、あの動かないとめちゃくちゃ怖いのよ。だから例えばまあ上で届かなくて上で踏んじゃったりとか引っかかっても、そこで転ばないようなもの、要はタバコの箱だったりとか、あとはもう小さい何でもいいんだよね。もう消しゴムでもいいし、例えばお菓子の箱でもいいよ。パイの実の箱とかさ、あれなんじゃん。まあその中の一つとしてシューズケース、これなんかさ上に乗っかっちゃってもさ、引っかかってもさ、そうそうこけることってそうねえと思うんだよ。そんなに、まあ潰れ、上に乗っかったら潰れちゃうし、これが上に乗っかっても潰れないものとか動かないものだとめちゃくちゃ怖いし危ないから、こう動くもの、潰れるものから物声の対象にしましょう。なのでまあこのこれは靴の箱とか、まあその前にさらに奥ならタバコの箱だよね、まあ、こういうものとか。まあこういった感じで、あの、まあ、ちっちゃいもの、動くものから練習してもらって、だんだん動かないものに変えていくと、最初はね怖いから順を追って練習しましょう。オーリー物声のワンポイントアドバイス、オーリーの物声には一つの法則があります。これどういうことかっていうと、物がだんだん高くなっていくにつれてスピードがね必要とされます。あとは高さがだんだん高くなっていくにつれて、どんどん手前で飛ばなきゃいけなくなってきます。だからまとめると、単純にね板1枚分だったら、まあここら辺でいいとするとね、板2枚とかそれ以上になると、今度この部分からもっと手前で飛ばなきゃいけなくなります。その分距離も必要なので助走も必要になると。ありがとうございます。ありがとう。急遽ね、俺の YouTube の撮影と編集を担当してる浩二も実はスケボー上手くて、全然普通に乗れるんですよ。スノボなんか俺より上手くて、でオーリー物声、ちょっと浩二もまだねオーリーをね高くしている最中ということで、物声オーリーをちょっとレクチャー急遽したいと思います。ちょっとやってみよう。よろしく、よろしくまずみんなにコージがオーリーどんだけできるかっていうのを見ていただきたいと思います。さっきね1枚は飛べてて、これ2枚分いた、これちょっとやってもらおうかな。実はコージ板3枚は飛んだことあるんだよね。はい、あります。今2枚は飛んでもらって余裕だったから、で3枚も飛んだことあるということで、でこれがだいたい見てもらうと分かるんだけど、3枚の高さだよね、だいたいね。でこのレール動かないから怖いじゃん。いかつい、怖い。これとちょっと飛んでみようよ、工事。トライしてみますいけそう。板3枚はやったことあるんだけど、この塊になると一気に怖くなる。怖くなるよね。怖い。動かないのってやっぱ怖いんだよね。そうだね、だからやっぱ組コーンとかは練習にすごいいいよね。怖いけどやってみます。男気見したれ。よしうわ
怖いね。ちょっと思いのほか工事飛びちゃったんでプラス1枚。え、どう？結構なんかいけそうな気がするんだけど。スタンス狭くしたら上がる、うん、あーそれすごい大切。さっき俺が言ったこと、そうそう、さっき樹之介が言ってたので、さっき一番最初はスタンスちょっと広くて、うん、今よりちょっと短くしたら、うん、ちょっと超えれそうな気がしてきた、ね、なんか前は引っかかってなかったし後ろだけだし、で今見た感じだとスピードは申し分ない、うんうん、なのでタイミングだね。ちょっと難しいかもね。そうだね、テールが引っかかるね。ちょっと難しいのかな。スタンスもうちょっと狭くてもいいのかなと思ったね。まあやっぱどうしても後ろのトラックが引っかかっちゃってるよね、うんうん、だからやっぱ叩いた時っていうのは後ろ足をしっかりもうしゃがみ込む、踏んだらすぐもう真上に上げる、うん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 、そうすれば後ろも越えられると。まあ今の失敗の要因としては後ろ足が上がってなかった、まあ叩きもちょっと弱かったのかな、うん、叩きが強ければ後ろ足ももっと上げられるから、叩きがいい、うん、どうしてもね飛び越そうとして叩きが、はいはい、なんだろう、ままならなくなっちゃう。おー惜しい。先生のアドバイス一発でいい感じになってきた。惜しい。ちょっとね、レールの上に板を置いて飛ぶのはちょっと難しそうなんで、まあ今まで3枚飛べたということで4枚、板4枚、ちょっと新横のスケーターに板借りてこの4枚行ってみます。惜しい。後ろが引っかかってたから後ろ足をしっかり上げれるように、あとはスピードと、今のもやっぱテールのトラック叩きが弱いね。あと後ろ足の上がりが弱い。なるほど、後ろ足の上がりか、うん、スタンスちょっと狭くしてみな。オッケー。あー惜しい。このそうだね、この幅だとスピードはそんなにいらないのかもね。そうだね、ただ高さを飛ぶにあたってその最低限のスピードは必要だけど、今のスピードよりも超遅くてもしっかり飛べれば飛べるスピードだわ。あ、風で傾いた。あ、これでいいじゃん、これでやってみよう。これでおいー、いえいえ、うふー、飛べた。今何気にしてた、意識したところ。高さが高くなってる分、うん、後ろ足をしっかり蹴るのと、うん、蹴ったらすぐ引きつける、はい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 、はい、あとスタンスを狭くしてすり足をちょっと多くすることによって板をこうちょっと上に上げる、はいはいはい、やっぱすり、やっぱね、スタンスちょっと狭くするのもポイントなんだね。狭くしたら全然変わった、ね、あーもう素敵、工事ナイスメイク。とりあえずちょっとこれ斜めで、正式な4枚ではないけど